直使とは、直使を伝えるために天皇が派遣する使者のこと。上皇の使者は、陰使、皇后の使者は、皇后宮使、中宮の,の使者は、中宮使、詞、皇太后の使者は、皇太后宮使、女院の使者は、女院使と呼ばれる。直使は、天皇の命を伝える使者のことで、特に、伊勢神宮や、その他の所帯者に使わされる祭り使を称した。毎年決まった時期に、 公兵のために派遣される直使を霊兵士と言い,い、伊勢神宮には伊勢霊兵士、日光東将宮には日光霊兵士が使わされた。また、伊勢神宮には国家の重大事に際して、三及び三議以上の苦行が左見されることがあり、これを苦行直使と称した。主に、鎌倉幕府成立以降、直使は将軍宣言や直令の伝達を、 主としてになった。江戸幕府では、直子参考に際し、戸様大名の中から、直使や飲酒の教約を任じて、これを接遇した。直使は、天皇の代理としての資格を持って、戦時を伝達することから、直使を迎える者が、たとえ官位において直使よりも上位であったとしても、天皇への信霊同様、敬意を払うこととされた。江戸時代に、将軍宣言が、 江戸城内で行われるようになると、直視は下座に座し、将軍が上座にいますという変則が状態化した。しかし、これも幕末になると、尊王思想の浸透により、後部の権威が再び逆転、直視が上座、将軍が下座となる。直視を受け入れる施設や宿場、自社には直視専用の部屋や門を作り、現在でも直視の間、 直詞門として残されているところがある。直詞門は、直眼寺において、直詞を送迎するための空門で、門批には、筆下門章が付く。通常は閉門しており、特別な行事の場合のみ開門する。具体例、大宮神社の直詞殿、千入寺の直詞門などがある。現在では、毎年正月に、当時で取り行われる、校なのか、ご手法や延略寺の、 五主法、お法、正う、焦院の開封の儀のほか、皇族男子が婚約した際、一般の有意能にあたり、婚約相手の家で取り行われる、農祭の儀などに、モーニングコートにシルクハットで意味を正した直視が、左見される。また、皇族が皇居した際、一般の葬儀にあたる、連葬の儀などの一連の儀式には、皇室の慣例により、天皇、皇后は出御せず、 直使が左遣される国家に功労のあった者の葬儀にも再資料を可視するために勅使が勅使される。伊勢神宮や直祭者、天皇陵には遺憾側対姿の勅使が天皇からの平白を携えて勅使される。明治新直後の一時期は洋装の大礼服を用いたが、その後は旧来の遺憾に戻されている。なお、 靖国神社への天皇の心配は、1975年以来行われていないものの、現在も、毎年春秋の霊体祭への直視さけは続けられ、五兵持と呼ばれる供物を奉納し、五祭門が創造されている。直視には、自重や京都事務所長、商店が使わされるのが慣習であるが、皇族が使わされることもある。直視、聖戦版日本国語大辞典。 2021年1月19日閲覧。皇室辞典、令和版株式会社角川、2019年11月30日。苦行直視、聖戦版日本国語大辞典。2021年1月19日閲覧。幕末の宮廷、下橋隆市長、P50、新温州の最高儀式、57日、ご主法教徒、当時で始まる、国家安泰を祈願。 産経新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュリージョンスラッシュ news スラッシュ150109スラッシュ rgn1501090049-n1.html2021 年1月19日閲覧。中日迎え天皇陛下直視が訪問延略時の最重要法要、ご手法を報。 死が、滋賀産経新聞,新聞、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ140408スラッシュ rgn1404080042-n1.html2021 年1月19日閲覧。三笠宮殿下公挙、1週間後に、連想の義語葬儀の流れ。 産経新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュライフスラッシュニューススラッシュ161028スラッシュ lif1610280003-n1.html2021 年1月19日閲覧。中村根元首相の合同層、菅首相、改革の精神を受け継ぐ。 秋篠宮道肥料殿下など各界から640人。読売新聞。https://www.sankei.com/.life/.news/.161028/.lif1610280003-n1.html2021 <laughs> 年1月19日閲覧。 医師の工事、潜入時における、明治期、霊明殿の整理通行室祭祀とお寺潜入時の関係へ、明治聖徳記念学会企業復刊第52号、2015年、228ページ。靖国創立150年、年2回の直視派遣も、なお遠いご心配。ありがとうございます。